はい、こんにちは、ぐっさんです。今回は大桑の産地に向かいます。で、昨日ね、宿に到着して、で、宿の周りの街灯をね、調べたんすよ。いや、深山かなり出てきたんすよね、これ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、これちょっとケースに入っててあれですけど、やばいのいるんですよ、1匹これで、このミヤマクワガタなんとサイズが73ミリとバカでかい。これ昨日捕まえたところのセブンスターグさんが動画にすると思うんで、そちらをね、ご覧いただければわかると思うんですけど、やばいですよこれ。73ミリ、こんなでかいの初めて見ました、この周辺で。まあそんな感じで、ちょっと天気が良くないですけど頑張ります。今大桑の産地向かってる途中なんですけど、トンネルを抜けたらなぜか晴れるという、いやー、めちゃくちゃいいでしょこの風景。で、聞こえるかな、エゾハルゼミ鳴いてるんですよ。めちゃくちゃテンション上がります。当たりましたよ、深山の死骸。こちらはもうだいぶ時間が経ってる。鳥かな、猿かな、多分鳥じゃないですか。鳥かな、お腹ボロボロだったし。実はですね、ゴールデンウィーク中にポイント探しで来たことある場所なんですよ、ここ、うん、で、柳がちょくちょくあったんで、どうかなと。標高はかなり高めです。あー、これエゾハルゼミの死骸、標本用にお持ち帰りしようかな。で、ちょっと横の木に目をやったら、エゾハルゼミのメスいますね、これヒグラシゼミにかなり似ていると。双眼鏡を使って、この川沿いの柳を一通り見てみたんですけど、いませんでしたね、残念です。これマダニも防げるやつです。え、体に塗って、いや、スプレータイプないで、チュッ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 と。じゃあ俺もちょっとぶっかけてもらって。去年ヒメオクワガタを捕まえたポイントにやってまいりました。最後の動画のとこですね、ちょっとだけヒメオクワガタ探します。あー、これ柳なんですけど、かじった跡、まだちょっと早いかな、こっちの方は。あそこちょっと樹液出てるっぽいかな。これスズメバチでしょ。周りにクワガタの姿はないと。これハナムグリ、シロテンかな、樹液が出て、で、下にね、蝶々もいる。いや、これ今日ミヤマクワガタじゃなくてヒメオクワガタいけそうな気してきた。やばい、ロードキルだよこれ。え、何クワ？あ、でけえ。ヒメオっぽいかな。ちょっとグロテスクな映像で申し訳ないんですけど、これヒメオクワガタのメスですね。ああ、引かれて間もないです。スズメバチ。日が暮れる前になんとかクワガタを見つけたいんですよね。発見しましたよ。これ何クワだ？
ヒメオクワガタじゃないこれ。ブライト照らしてもいいですか。うん。アカシ？これアカシクワガタですね。裏側真っ赤っかっすわ。いやヒメオクワガタだと思った。何気に今年初のアカシクワガタでしたよ。まあ、ペアリング中だったんで、あのメイトガード中だったんで、ほっぽっときましたけど、この様子だとまだいそうっすよね、アカシ。で、これ最終仲間の方がミヤマクワガタを見つけましたと。結構いいサイズですね。ミヤマクワガタ、オス。これ私がいた木上の方を見るとなんかいるんですよね。これあミヤマのオスですね。ああの上のやつ。そうなんだこれは。20センチ近くあるヤマナメクジ。あんま嬉しくないですね。これもブナの樹液がダラダラ。ん？ナメクジだらけと。あれ？これ。エゾハルゼミの抜け殻ですね。ウツセミ。これブナの巨木。見てくださいよこれ。いた。ただこれあれかな？アカシかな？傷つけないよ。え、これ本当にひ、あれ？あ、カシだ。あ、いた。これ赤足クワガタ。真っ赤っかっすよね。めちゃくちゃ綺麗な赤足クワガタ。ありがとうと。で、セブンスターグさんも見つけたと。見ました。こっちも赤足ですね。赤足、本日4匹目真っ赤っかと。よし、またいましたよこれ。赤足のメスかな。ちょっと位置が高くて取れないと。っていうかこれ、あれ足赤くなくない？うん、登って取れました。登ったら取れました。これ皆さん何だか分かりますか？ミヤマクワガタです。すごい。ほらこれエゾハルゼミ。エゾハルゼミってなんかエドハルミみたいな感じするよね。言わなかったのに。言わないようにしてた。エドハルミ。お前ふてきちゃったな。まあ、でも今日はあれだよね、あのヒメオクワガタね、活動してるの確認できたとですね。これはちょっとカビか。山の上の方だからと信じたいですね。崩れやすく